桜とか見たい。いや桜見たいですけど。桜の会どうしてくれんの。いやいやもう本当ちょっと税金かかっちゃうんで、かかりすぎてるんで、ね、税金かかっちゃうんだったら、うん、1500円くらい取ろうよ一人。いやその方がね、こっちも見る方もすっきりするし、それで入場料取っちゃえば、そうそう、それでいいと思うよ。桜を見る会1500円で行けるんだったら、いやでも全然行くでしょ。絶対行く。あの予算が同じなのに、うん、来場者が1万8000人まで増えちゃったの。そうだから、それを警備する人もいるし、うん、ちょっとこうなんかいろいろね、人が増えたってこと。そうそう、だから周りでこうやらないといけない人が増えて、うんうんうん、そういうので予算がどんどん予算つかないじゃんと。だったら1500円で何人ってもうズボンと切っちゃえばいいんですよ、うんうん、であと招待の人と。そうです、それがいいですよ。そしたら警備もね少なくて、うん、今回抽選で外れたとかね、チケット買えなかったっていう人いいと思いますよね。そう、いいっすね。で別にピアで売って、ピアでピアで、ピアで桜を見るか買える、はい、そうですよ。ファミポートとかでもいいですもんね。全然いけます。検索して桜で検索してもらう、桜で検索出てくる、やりましょうよ。めちゃくちゃいいじゃん。そういうのがいいんですよ。だからじゃあ4月に僕じゃあ桜を見るかっていうライブやればいいんですよね、まず。あ、いいんじゃないの。でそれも1500円で大丈夫ですかね。もライブじゃん。いいんじゃない、2000円ぐらい取っちゃえば。ライブだったらライブ2000円取っちゃえば。でだから代々木公園でやるんだったらもう無料でやりますし、いやいやいや、あのライブハウスでまずやって2000円もらってみんなで移動するんだよ。なるほど。やっぱそのまま代々木公園行ったらお金取れないから。確かに。何かしらやって、まあ、ネタやり、うん、何なりやって、そう、ほんでこれから桜を見ましょうって言って、ちょっとお弁当でも広げて、あ、それめちゃくちゃいいな、うん、ゲスト来ていただけます。もう全然、え、ほんとですか。全然。何月、3月、4月ぐらい。4月ぐらいですね。忙しいよ、全然。あ、忙しい、4月は忙しいわ。今からなら取れるんですけど、まあ、今スケジュール抑えちゃう。いやもうダメダメだ。え、どこに聞いたんですか今。なんかすごい明後日の方向見て。楽しそうだねマジで。みんなでなんかそういうのできたらいいですね、うん、本当に。